ぎ坊主です。ポポ君です。ポポちゃんです。3人合わせて大乱暴ボマシブラ坊主です。すみます芸人の先輩に話を聞こう第1弾、ライオン運動さんです。お願いします。ありがとうございます。どうもー。ありがとうございます。ありがとうございます。西成区すみます芸人のライオン運動さんに来ていただきました。西成区すみます芸人ライオンうどんの茂みうどんとガオーちゃんです。よいしょ、お願いします。すごいっす。腕を回して、ここの、やっぱり待ってるからな、ここガチッと回して。あ、なるほど。ガチッとなってから。落ちてくるの待ってたから。最後落ちてくるの待ってたから。あの、このこれね。ブランコのこの上みたいな。最後から。みんなのゴルフがこの戻りの、ここに。戻りとか分からへん。こだわりすごい。いやいいです。いやありがとうございます。ありがとうございます。いや僕らの4月から中央区住みます芸人になりましたんで。おお4月ありがとうございます。もう1ヶ月経った。もう1ヶ月経った。よいしょ。だもんでちょっと。ゲッタ深谷の。あそうそう。あそうです。後釜を。はい。後釜ね。増えたな。だいぶ増えました。はい。1から3になりました。増えたね。でもなんかもうあったん。いやまだね、あの区長さんと副区長さんにこう挨拶行かせてもらっただけで、はい、具体的なお仕事っていうのはまだまだちょっとこれからで、ただ区長に挨拶行ったんですよ。でその時にその区長室みたいなところでバーって「はじめまして」って言って「どうもあずき坊主です、ぽぽくです、ぽぽちゃんです、大体なぽぽましぶら坊主です、お願いします」だからはぁーやったら区長がちゃんと後ずさりしてちょっとびっくりした。パワー系やから、パワー系にちゃんと後ずさりして。パワー系の方がええからな、やっぱり。そうなんです。絶対そうやん。やっぱ外とか多いみたいな。あ、確かに。外って外って言うの。ちょっとその辺の話を。パワーやっぱ。やっぱ大事ですね。聞けたらなと。パワーだけで。パワーだけでいけます。パワーだけで。いけます。なんかそれお笑いとかじゃなくて、盛り上げが大事っていう。あー、違う。うん。ちょっとその辺の話を聞けたらいいなと思ってるんですけど。何を聞くねんな。ここどこですか。西成の緑、三の緑公園やんか。いや、ヤンカって言われましても、ちょっとわからない。大阪で一番細長い公園。確かに、めちゃめちゃ細長い。めちゃくちゃ細長いですよ。ウツボ公園よりちゃんと細いから。すごく長い。真上に高速道路を通ってます。住めるからな。音大丈夫です。細長いし、その両側もともと電車走ってたらしい。え、そうなの。そういうことなんですね。平野かなんか行く。あ、その線名残、線路潰して公園になったんですか。なるほど。だから縦長なの。だいぶ縦長いよ。よかった。なんかちょうど公園の両側をどっちも民家がやっぱわーって並んでたんで、もともと住宅街やったら真ん中をなんかでっかい巨人が打ててぐしゃっと潰して公園にしたんかなってぐらい思ってへんやろ。ほんまは何やろ。何やねん、そうですか。さすがにね、リアリティなかったっすね。でっかい巨人って、巨人がおるんやってなるわ。だからこの立ち位置嫌やねん。全然突っ込みちゃうやん。立ち位置嫌やねん。一番僕は全然突っ込みちゃう。何やねん、全然突っ込みちゃう。でっかい巨人。自由やな、お前は。喋りたいと喋るだけなんで。何やねん、それ。緩いな。笑って。じゃあ、それだからちょっと話をね、聞いていきたいんですよ。何聞くんや。まず、やっぱその最初、ガオーさんが西成区住みます芸人ピンやったわけじゃないですか。それ最初なったきっかけって何やったんですか。ある日なったやろ。え、ある日起きたら目覚めたら。いや、ほんまやで。え、ある日やったら、ある日やったらなんかそんなお願いしますみたいな。あ、あ、オファー買ってきて。そうそうそう。オーディションとかなくですか。ないない。すごい急にできた。急にの。次の日にもう明日記者会見なんでちょっと早っ。あ、そうやった。そうそう。だからみんな何のこっちゃわからんときだね。ああ、一番最初のあの24組のあれ。みんなヘラヘラ、みんなヘラヘラしてた。あんま分かってないから。なるほどね。これはこれはみたいな感じで、ノリみたいなして。ああ、そうやった。じゃあもうその時点で、もうあんまり住みます芸人の実態分かってない感じだったんですね。そうそうそう。そこからその西成区のお仕事ってどういうのになってるんですか。何やろな。え、でもなんか、まあ、区役所で何やかんやしたりとか。何やかんや。え、そのなんか。なんか町のイベント顔出すことが多いと思う。ああ、お祭りとか。お祭りとか。そんなんいいですね。もっとちっちゃいやつとか、盆踊りとか大概行ったしな。あったね、盆踊り。あ、もう茂美さんもそれはもう。もう、はい。一緒に。あらゆるのさなってからも。そう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 。多分一緒やね、やってること。まあ、大体同じですね。別に特に変わらない。
なんか警察の人と一緒になんかやったりとかもある、警察署長的署長みたいな、署長というか署長はやらへんけど、はじめやったんが駐輪場で商業施設の、はいはい、で、ひったくり防止カバーをこうつけるキャンペーンみたいなんで、うん、はい、警察の人と一緒に、100個つけたら買えるって。100個つけたら買えれる。ざっくりママチャリのおばちゃんなんか泉谷の駐車場でやってますって、はい、つけましょうかって言って、100個つけて買える。それはやったことない。あ、これはガボさんのうち、うん、ガボちゃん自分やっとつけて、うん、あ、早いな、結構早なってつけるの。ただ慣れてくるから。で、その3ヶ月後ぐらいに、はい、また同じ仕事が来て、もう1回次300個になった。早かったから、効率良くなったから。もっといけるやろ。あの吉本芸人つけるのうまいじゃないか。ノルマ増やしてきてるやん。何なんですか、それ。なんか、なんやかんや、いや、なんか、そうやな、子供のイベントとかもあるし。あー、いいですね。子供、あー、それめっちゃ楽しそうですね。ここでやってたよ、一回。あ、公園で。公園で子供のイベントみたいなんで、なんか豚汁とか、作ってくれたりとか、紙芝居とか、いろんなの、けん玉とかやるの。全然なんか、そんなめっちゃあるわけじゃないです。うん、1回、2回とか。あ、でもあれですね、めっちゃお笑いの仕事とかじゃないんですね。ネタやりましょうとか。ネタはあんまないな。ネタないんですか。なんか一回区役所でなんとか寄せみたいなのがあって、スパンさんと、うん、落語家の人とかでやったりとか、たまにあるけど、あ、そんなないっす。あんまり漫才やるとか、コントやりましょうみたいなのないんですね。ネタやるってのはないかな。たまにある。一応なんかやってくださいみたいなんで、うん、ステージでみたいなことはあるけど、うん、それネタやるんですか。いや、やるときもある、うん、そういうとき用のちゃんとネタってあるんですか。普段のやっぱその、うんうん、ライブでやる3分、4分のネタとはまた多分違うじゃないですか。違うね。それ用のネタってちゃんと用意してるんですか。ネタというか、それ用というか、まあ、気合いやな。もうパワーってことですね。パワー、やっぱパワーないよ。いや、そのパワーやるけど、はい、パワーやるけど、そのガオちゃんのガオパオゲームとかありますから、めっちゃ盛り上がりそう。あれ盛り上がる。それをみんなステージ、子供を呼んでとかみんなでやるみたいな。めっちゃいいですね。僕らまだその、そういうネタが全然なくて。ありそうやけどな、太鼓とかね、センスとかパッとあるんやな。ちょっとなんか書芸みたいなのはこれからちょっと身につけていかなあかんな。書芸、あの、1個作りましたよ。え、ポーポーが筋トレ芸人じゃないですか、はい、筋肉芸人、まあ、確かにムキムキや。ポーポーが腕立て伏せをするんですよ、うん、でその上に小豆坊主がこう正座で乗って、うん、落語一席講じるって、僕はその間一生腕立てしで成功したら僕が太鼓叩くっていう。一旦楽やな。すぐバレた、すぐバレた。いいな、盛り上がるやろうけど、はい、それはちょっと作りました。またどこでも披露はしない。あ、そうなんや、はい、ちょっとここからやっていこうかなっていう感じなんですけど、うん、そういう営業仕事とかであるんで、やっぱりいろんなこう地域のお客さんとか来るじゃないですか。うん、なんか直接こう交流みたいなんてやっぱどんどんしていった方がいいですか。直接交流しかないけどな。そう。ああ、そうなんですか。していかなあかんとかじゃない。せざるを得ない。そういう仕事やから。あ、そうですね。あ、その地域でみんなこう仲良くなるみたいなとかあるし。あ、全然ある。どういうつもり？どういうつもり？なんかそのネタやってパッと帰ろうと思って。いやいやいや、違いますよ。そのまだその僕らはそのまだ僕らで完結するネタしかやったことないんで、人とこう絡むっていうのがあんまりないから。なるほどね。だからなんか中央区はまたなんかようわからんな、そこ。そう、なんか都会すぎて。地域感ないやん。ない、全然ないです。なんかちっちゃい町のお祭りみたいなのないっぽいんですよ。あ、中央区民みたいな感じで生きてないよ、中央区の人。大阪市民って感じで行きます。なんかでかいからそうですね。なんかありそうやけどね、いっぱいなんかはありそうやけど。うん、あれはあの、生玉神社とかの。あれ、中央区。逆に強すぎるんか。だからでかすぎる。でかすぎる。蒸し上がりきってさ。そうなんですよ。ほんまにちょっと大きいからちゃんとお金も持ってるんで、生玉神社でイベントやろうと思ったら、ちゃんとあの、ほんまに偉い。神主さんとかお金払って呼べてまうんで、僕ら別にあんま必要なくなっちゃうんですよね。
なるほどな、良さなんで、なんかその、言った NGK とか、うん、万劇院もそうだし、うん、森の宮も中央区なんですよ。普通に芸人いっぱいいるんですよ。ほんまやん、全部中央区。あらららら、だから僕らがわざわざ行かんくても、もう中央区いっぱい芸人が盛り上げてるんですよ、すでに。成人式とかは？ああ、ありそうですね、これからありそうですね。僕らはやってるから。あれ、毎年行ってるんですか？まあ、うん、毎年やね。毎年毎年。すごい呼ばれそう。こんな感じなんですか、成人式って。いや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 、全然普通に何もないで、あの、暴れるとか。あ、ないんすか？あ、ないんすね。みんなおとなしいじゃん。それはまあほとんどそうですよね。なんか、台本読んでるだけやもん。あ、ほんまですか？俺が、はい、これはほんまに5、6年やってんねんけど、一部、二部とかでもやってたりするから、うん、で、結構他の地域の人は、地域におんねんけど、はい、あのネタやる地域もあるし、はい、で、俺はもう MC で、司会って一番、めっちゃでかい紙で司会って書いてある、うんうん、で、台本あるから、はい、ほんま一文字一句、そのままやもん。へぇ、ほんまに。で、あの、ゼロボケでいくやん、うん、ゼロボケでいくんですか？ゼロボケで、はい、5年ぐらい行ったから、俺通算10時間以上ボケてない。成人式で。成人じゃない、ね、なんかもうね、ほんまにボケてない。成人大人になったらこんなんせなあかんでみたいなネタいっぱいできるじゃないですか。じゃなくて、でもほんまに明るく大きい声でやったら、はい、すごい喜んでくれる。もう逆にボケたらダメなんですよ、ボケる感じじゃないか。うわ、なるほど。硬いっす。なんですかね、そういうイベントはやっぱり、はい、なんか楽しく雰囲気出してほしいっていうのがやっぱり、その需要としてはそう、多分、はいはい、言われてはないけど、はい、まあなんか雰囲気出してやーっていうことや、はい、変にこうかかって笑い取りに行くのが違う、そういうのは自分をアピールに行く場ではないかな。なるほど、なるほど。主役じゃない。高校でも半ズボンでムキムキで、こっちめっちゃ派手なスーツで太鼓持ってるんですよ。ボケゼロで、ボケが不自然じゃないですか。それは TPO やろ。あ、場面場面です、うん、だから、成人式で俺太鼓叩いたらあかん。いや、むずっ。台本に太鼓ってなかったの、それ7回までとか回数制限ある。回数制限。ちょっと、台本ちょっとつけた。それは空気とかな、その場によっていろいろちゃうと思うから。そうそうそう。あ、そっか。でも、やっぱ、なんか、売り込みに行く場面じゃない、場面の仕事ばっかじゃない。あ、はい、主役がなんか町の人っていうことのが多いから。はい、はい、うわ、めっちゃ走り違いでたぞ。なんか目立とうとしてもうてましたね。めちゃくちゃ目立とうとして。いや、俺の感覚だよな。目立とうとしてましたし、なんかガオさんってなんかもっとわちゃくちゃにガー強い人って思ってました、ね。めっちゃちゃんとこの大人ができる人なんやって。めっちゃ俯瞰から見れてる。そうやね、俺育ち結構ええから、ね。そうですね。何やねん、そうですね。明冠大学です。そう、育ちもええしね。お父さん警察の人やから。あ、そうなんですね。様子見ない、とにかく様子見るから。様子見るね、マジで。なるほど。ちょっと様子見ましょうかっていうラインをやってる。あ、そうなんですね。あるからね。そうっすね。あ、やっぱりしげみさん分かるんですか？ガオちゃん今様子見てるなって分かるんですか？いや、様子見てるよ。あ、だからその俺も様子見てるよ。ガオちゃんの様子も見ないと。何して、2人黙ってる時間ですか、それ。いやいや、そうそう、ちょっとなんか、あーまあねみたいな、なんか変につなぎ持って様子見て、なんかでも想像つきますね、そとかいう時はあるけどね。様子見や、とにかくすごいですね。大事っすね。もう大事やと思うね、意外と。ちゃんとこう、かゆいところに手を動かす感じの動きをすればいいですね。そう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 。へー、やっぱ、2人の姿は、その、西成区の職員さんと見てるわけじゃないですか。あ、見てるね。でも職員さんとコミュニケーション取ることも大事やったりしますか？うん、大事。これめっちゃ大事やった。あ、めっちゃ大事ですか？これは多分一番大事じゃん。まあ、でも、コミュニケーション取ったろってつもりはないけど、うん、ないね。はいはい、ああ、もう自然に。単純に、そうやな。あ、仲良くなって。仲良くというか、まあまあ、こういうのがいいんですね、みたいな。ちゃんとしとる。ちゃんとはしとんのよ。全部ちゃんと。ほんまに社会人。ほんまに。意外と大事なんよ。すごいよ。ちゃんとの職員さんとご飯行ったら。いや、それはないよ。それはない。それは予着じゃないから。なるほど。ちゃんとしてる。ほんまや、そんなに、ね、なるわ。
めっちゃちゃんとそら5、6年できるわ。そら勤めれはるわ。いや、誰でもできるで、芸人絶対。はい。誰できるよ。すごいわ、それは。僕とかがあの手作りお菓子持ってったりとかもあんまよくないです。スイーツ芸人。スイーツ芸人なんで。怖い。別にええんじゃん。ええやろ、けど。しげみさんはうどん作って持ってきたもん。でもキモいかもしれない。ない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 。キモいかもしれない。キモい。それキモいですよ。やっぱりね、普通にただ知らんおっさんがスイーツ作ってる。あ、そうですね、単純にそうですね、うん、シンプルに。そうか、スイーツ一緒に作ろうの会とかがあればいいと思う。なるほど、勝手に作っちゃいいやん。そうっすね、町の子たちとか、なんか区民センターみたいなとこでスイーツ作る教室みたいな。ああ、ね、それ勝手に僕がやってるだけで区の仕事じゃないっすよ。いや、そう、区に依頼してもらってな。そうめっちゃいい。わ、それいい。ライブのさんはそういう風に自分からこう仕事をこう作って持って行ってみたいなこととか。いや、作って持って行ってってわけじゃないけど、うん、まあ、西成でライブやったりとかは。ああ、そうね、入船温泉のとか、まあ、そこ、ね、3軒ぐらいやったりとか、うん、西成ってそんなライブできるやつも。ライブというか銭湯で。ああ、そうそうそう、え、あれはどうやってやってるんですか、ライブやらせてくださいみたいな感じ。まあ、あれも、まあ、それもそうやねんけど、はい、まあ、ちょっと銭湯が今減ってて、うんうん、でそれをちょっとなんか盛り上げたいなみたいなのを一応こうプロジェクトみたいなのをやってて、それの一環で。そう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 、なおちゃんのこの見たら5、6年やってたで銭湯プロジェクトって、これ何年やってるんですか。2年ぐらい、2年か、組んでぐらいやけど、ガオちゃんがほんまに毎日銭湯行くから、ほんま方々にこう知り合い、銭湯の知り合いとか仲良くなって行って、はい、つてでもやってるみたいなもんだ。なるほど、やらせてもらってる。だいぶでもこれは特殊なことやってる。そういうことっすね。あ、そうなんですね。他の芸人は多分できへんもんね。え、ちょっとこれ第1弾やから、プレーンが住みます芸人さんの話聞きたかったんですけど。プレーンじゃないよ。プレーンじゃないんすか。俺結構、あの結構いろいろやってる方やと思うな。あー、自分から動いてる。これもそうや、これもだって銭湯の、ね、ブランド作ってるやん。リフネ温泉の自分でさ、ブランド作るとかええやん。コラボまで早すぎんねん。もう3個ぐらいとコラボする。早っ。3個の銭湯さんと。すごい、めっちゃ早いねん。いや、でもこれはもともとめっちゃこう西成をやろうをやりだしたらまたきっかけもあって、はい、ええー、なんすか。そう、まあ、初めは、まあ、普通に来た仕事やってたんけど、はい、あれ、なんか一回周平魂さんと、はい、あのなんか飲みに行った時に、はい、なんかいろいろ喋ってて、はい、お前はこれとこれとこれやれのなんか3つぐらいちょっとこんなんいいんじゃんみたいな。で西成っておもろいから、はい、西成めっちゃやりまくれみたいな、はい、絶対ええからみたいな感じで、はい、分かりました。で、お前ライブとかもやれにしなくてとか、で商店街で昔寄せみたいなので、はい、それでツートライブさんとか、はい、浜田歌うことのゲストで、はい、ちょっと西成寄せみたいなのとか、はい、で、ちょっとやったりしてて、なんか YouTube とか始めたとか、結構、周平さんに指南受けた。周平魂だって、ビザイさん西区ですもんね。そうそうそう、で西成だからええねん、お前はみたいな。あー、いい、周平さんの話聞くといいですね。で、それで、結構、なんか、あ、結構やったからね。モチベーション上がってんねん、それね。あ、そう、いいっすね。あー、ちょっとそれ、僕らにもアドバイス欲しいっすね。なったばかりで15億でどう動いていけばいいのかちょっと話があって、そういう意味ではそのケントとは何も聞いてないの。ケント何やってた。ケントさんはほんまに年に4回しか仕事がなかったんです。ケント自体は忙しいから、ね、そうか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 。でもこれはやっぱ俺は YouTube やったんでかかったけどな。はいはいはい、はい、西成チャンネル。あ、そう、西成チャンネルですもんね。そうそう、なんか YouTube で俺大会突撃で行くね。アポなし。アポなしか。いや、むしろアポかましたら、はい、構えるやん。あ、そうですね、確かに。で、はい、もう、あ、ちょっと、あんま自分食べてるとこ取っていいですかみたいな感じで行く。はいはいはい、はい、飲食店のね。これできるだけ迷惑かけへんっていうスタイルで、はい、行って、ちょっとそしたら、あ、とにかくハードル下げて、はい、とにかく芸人やってるんですよ、で、アディショナリックなんやで。なんかすごいね。うまいな。営業の先輩すごいな。なんか報道の人に見えてきた。いやいや、でもうまいというそのうまいというつもりもない。こうこうせなやっぱ向こうが嫌やるな。そうですね。だから嫌われないようにちゃんとやって。まあ迷惑嫌やつやったらあれやけど、あ、大層に思われすぎて断られないというとかあれやから。いや、ほんまこの影響力もないし、やけどまあちょっとやらせてもらってんすよっていう感じだったら。
あ、そうなの、吉本なんやみたいな。で、アーティー芸人やってんねやで覚えてもらえるから、はいはい。え、ガオちゃんってテレビは断ってるけど、ガオちゃんの YouTube だけ出てる店とかなかったっけ？なんか、え？なんかその、スタードルフが、うん、取材はダメやけどみたいな。あ、でも、結構雑誌とかでも西成なんか結構許可取るムズいやん。そうなんですか。やっぱあの地元、やっぱ常連さんを大事にしたいって言ってたから、うんうん、に流行ってもらった、うん、そう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 、すごい、なんかだからすごっ、だからその入り方でちゃんと YouTube まで持っていけてるっていう、取材拒否の店をガオさんだけ、いや、そこまで大層、大層なりじゃないけど、ほんまに人たらしいやん。人たらしい、大層なもんじゃないけど、うん、これ、そんな大層なもんじゃないけど、これ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 大事、この精神、これ大事や、この精神大事かも。うわ、なんか僕らもそもそも間違ってましたね。なんかさっきなんか言ってたら中央区を出しにして売れようとしてましたね。いや、そんな違う、共に行くんじゃないの。そうか、本当に思いやりで盛り上げていくっていう気持ちや、そういうことや。わぁ、愛あるなぁ。まあでもそのなんか地立もというか、そうやで、コツコツやな。ほんまに中央区、その西成区を盛り上げていきたい。いや、それやっとったら自分もほんまに好きになってるから。あぁ、大事や、大事やなぁ。心洗われてますわ、ね、マウントレーニー入りました。マウントレーニー、マウントレーニー入った。店とか、まあ、行くんがええんじゃん。いや、そういうことですね。ちょっとそうですね、行ってみようかなっていう。興味さ、100% 網羅するって無理やつ、はい、でもこの店はこういう芸人として認知してくれたら、はい、1個、あれや、あ、それがちょっと積み重なりや。なるほど、まあ、僕1個、アメ村めっちゃ強いって。あ、そうか、アメ村は中央区やから、だからそれぞれのちょっと縄張り決めて。あ、なるほど、いいっすね。アメ村は行ける店。アメ村、あと何があんねん、中央区場所で言うと。コンテンツは強いやん。絶対あるんで、西成はコンテンツは弱いねん。え、そうなの。だってな、アミューズメント施設みたいなのないから。ああ、そうやね。まあ、風呂とか、お店とか、はい、公園ぐらいやん。ああ、ちょっとまあ、しかもコアですし、ね。そうそうそう。ディープ。確かにそうやな。この精神、すごい大事やな。大事。いや、でも、カオさんやっぱ実際に住んでるからこそ、この精神でやれてると思うんですけど、僕らで言ったら中央区は本校だけなんですよ、住んでるのが。意外とそうなんや。そう、僕ら2人は違うんですよ。あ、そうなんや。だからその実際にその区に住んでない人の立ち回りみたいなって、清水さんもまた西成区違うじゃないですか。俺西成区じゃないね。なんかあるんですか、そういう。何は区な、はい、でも俺歩いて10秒で西成、あ、歩いてる10秒か、まあ、チャリで1分以内に西成行ける。あ、ほぼ西成、ほぼ西成、芦原橋を越えたら西成やから。この職員さん、西成区の仕事してる時のこの職員さんに対してなんかちょっと気まずい顔みたいなされたりしないですか。副区長にだけあんねん。え、どういうこと。副区長が西成区住んでないの知ってて、はい、引っ越しなよっていうのは言ってくれる。あ、はい、そうそうそう。でも引っ越しって結構その体力とかメンタルもいるやん、まあ、はい、メンタル崩れるのがちょっとまだあれ安定してないかなと思って、はい、一応なんかこの逃げるねん俺。あ、ちょっと流すというか、はいはい、そうすんねんけど、それだけがほんまに、ほんまにこの住みます芸人の中で副区長と出会うっていうのがちょっとだけうってなる。ちょっとだけな。ちょっとだけね。ちょっとだけ長もなんでそんな住んでほしいの。いや、住んでくれって言うてくれんねん。よかれと思ってね。そう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 、ちょ、金かかるんで言うたら、なんかその、え、なんか支援みたいなのがちょっとあるみたいで、こんなもあるでみたいな、不動産もあるでとか言うてくれる。でも区役所の人は基本的に住んでもらうことが結構やっぱりメインで考えてるから、あ、そう、ね、人いっぱい住んでほしいっていう。あ、なるほどなるほど。人口がね、増えてほしい。基本のキャンペーンはそれやから、西成に誘致しよう、人いっぱいいると思う。区役所の思いとしては、はい、いっぱい人来てほしい。確かに人住んで盛り上がったり、子供もいっぱい来てほしい、うん、はいはいはい、はい、そうそうそう、それは全然そうなんです。動かれへんからっていう。でも住んでるどうかとかあんま気にしてない感じもあるけど。あ、本当ですか。そうそうそう。別にこの住んでる高校君が一番頑張らなあかんみたいなことはないですか。そうなんないんですか。別に他に住んでる人、この2人が頑張ってて高校君が頑張ってなくても大丈夫です。逆にその頑張ってた方がええけど、誰かがちゃんと頑張ってたら大丈夫。頑張ってなくていいでヘラヘラするなよ。いいかなじゃないのよ。自由は全部笑顔でやっといたらええと思うけどな。まあでも歩くんが大事かもな。そういうことっすね。マジで知るじゃない、はい、マジでそれですね、うん、え、チャリじゃなくて歩く方が大事。うわ、散歩系、うん、あ、こんなんあんねや、あれ興味持っていくから。
ウーバーイーツひたすらチャリで街中を歩く、走り回ってる。それ全然センサー晴れてないの。そうそうお店しか分からない。そんな流れでやったんだ。愛ないわ。ないウーバーでな。歩きやな。歩きかもいいな。ちょっと歩こうか。街歩き。街ぶらいいっす。街ぶら、街ぶらって言ったら中国好きになってちゃんと歩いて。いろいろ多分、詳しくなるやん。はい。詳しくなったら、まあまた。まあそうですね。景色とかできるし。中国ってバカ広い。バカ広いです。どっからどこまで？ほんまに雨村、四つ橋越えた西区なんですよ、はいはいはい、雨村のあそこから、大阪城まで。ああ、そうか、玉造りの駅ぐらい、はい、あ、こう、中央通りとかもそうやん、そうです、あそこそうです、建物長い、北浜、北は北浜まです、北浜まで、はい、で、こっちが、あのパークスロス、あー、あっこか、はい、あそこ広いね、めっちゃ広い、でも、コンテンツ強い、コンテンツはめちゃくちゃ、ちょっと、ある、歩ききれないまあ、その1日2日でマスターせみたいな長い期間かけてやつ見ますな。ゆうべっかおちゃんも5、6年ですよね。ゆうべっかおちゃんは、うん、まあ別に 何も体制してへんけど、いやいやいや、まあまあでもまああれ居心地ええね。いやそういうことですね。でも自分が好きになってるからってことですね。そうそう、いやな、でもまあ中国とまたニュアンスちゃうからな。そうですね、ちゃんと国に合った動き方した方がやっぱいいですよ。他の子知らんからな、うん、わ、じゃちょっとこれ大地だってほんまに良かったな。なんかちょっとグッときたな。なんかせやな、ちょっと心に来たな。ええ話だった。もっとふざけた動画になると思ってました。そう、なんかちょっとハートするんですよ。これは今からすみますなるやつ全員見た方がいい動画なんですよ。これからなるやつは全員。いやこれ街歩いたら景色変わるって言ったらめちゃくちゃ名言出てる。これが正解か分からんけどな。いやでもまあまあ謙虚やな。ちゃんとしてんな。あと気にしたから行く必要ない。すごいちゃんとしてんね。マジでちゃんとしてる。すごいね。ちゃんとはしてちゃんとしてんのよ。だから、まあ、興味一回も怒られたこともないと思う。ああないな。怒られる気はせんねんけどな。あんま別に。ああうん。やらかすってないよな、ほぼ。遅刻ぐらいちゃうの。あったあるとしたら、あ何かあるとしたら、普通にやってたら別に何もない。まあ揉めることないですよ。確かに。そうやねんな。でも態度とか言われがちな場所ではあるやん。ああ確かに。中国とか。ああそういうことですね。はい、そこをちゃんと気をつけていかんと。ちゃんとせなあかん。とはちゃんとせなあかんな。まあでもちゃんと僕らがちゃんとしたつもりで行っても、もしかしてふざけてると思われる可能性もあるじゃないですか。見た目が派手っていうのもあるから。顔怖いじゃん、ママちゃん。怖ないですよ。ママちゃんも怖いっすよ。似てるやん、色と。ママちゃんも怖いっすよ。俺もこ怖い人やと思ってたってよう言われる。そうですよね。大事なんちゃう、でもそのギャップみたいな。ママちゃんが優しかったら。みんなそうですね。でも怖いって言われたらさ、はい、ちょっと嬉しいな。いや、わかりますわかります。嬉しいやん。ほんまは怖ない。いや、というか、はい、やっぱ男たるもん怖いって。そっちから分かる。そういうことな。分かる分かる。男らしさという面でな。ちょっとやんちゃに思われたいみたいな。あれ、ことですか。ちょっとあの、ガオちゃんにとって、はい、サウナとは。サウナ、急に。いや、サウナとは、あれやな。幸せの幸せのポケット Wi-Fi やろ。ポケット Wi-Fi もうなんで好き言うの。先に聞くんガオちゃん。それに何来るかとか知らんけど。そんなもん言われてどうしたらええねん。おい幸せのポケット Wi-Fi どういう意味やねん。ほんでそれはやっぱ幸せのは分かりますけど、幸せをつかむってなんか大変そうなことやん。はい、そうですね。だけどこうライトにいつでも簡単に幸せになる、気軽にいけるっていう。そうポケット Wi-Fi。これがポケット Wi-Fi。 ポケット Wi-Fi がそういうこと。簡単に幸せとつないでくれる。なるほど。つなぐも入ってた。すげえ。深い。深い。深い。意味めっちゃあった。深いな。何個もあった。深いな。これめちゃくちゃ、いやほんまめっちゃいい話聞いてました。よかった、ありがとうございます。
まりもよかった。はい。よいしょ、行こう行こう。終わろう。しげみさんに。いや。もういい、そんな。ぬくもりです。ありがとうございます。まだ何か聞いてないです。すいません。もうほんま第一弾に出ていただいてありがとうございます。今後ともお世話になりますんで、はい、ちょっとなんか一緒にライブとかも、はい、確かに、これがいいかも、ね、やりたいんで、はい、ちょっと連動していこう。あ、ありがとうございます。頑張ります。ということで今回動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。